打線全く触ったことのない初心者なんですが、生物厳選終わらないとクリアできないんですか。さすがに螺旋は一応原神の中でもむずめのコンテンツになってるから、生物つけないとか、なんか生物プラス20まで育成してないとかだと無理だね。うん、だって生物なし縛りとかでやってみたらわかるけど、生物なかったらキャラクター全然軽く出ないからね。さすがに生物厳選はしないと螺旋はいけないけど、まあ焦らなくていいよ。生物厳選するのは冒険ランク45からでいいし、まあ、冒険ランク45になってそっから生物厳選頑張ればいいと思います。そんなきつくない。いや、きついか。きついな。まあでも、まあ頑張って。一応、絶縁4セット秘境もあんのが、螺旋クリアするなら最速なんでね。使うのは時間だけだし。まあそうね。螺旋はほんまに時間使うだけなんで。うん。まあ特に、中学生、高校生なんてさ、時間、あり余ってるじゃないですか。あり余ってるよな。私が中学生高校生時代の時は時間めっちゃ余ってたわ。暇だったわ、うん、受験勉強してなかったっていうのもあるけど、うん、中高一貫校だったんでね、受験勉強いらなかったっていうのもあるけど、中学高校時代マジで遊んでたな。私ね、中学時代ね、家に Wi-Fi がなくてさ、今の時代からしたら考えられないと思うけど、中学時代家に Wi-Fi がなくてね、中3とか高1とかね、春休みとか夏休みとか、なんか毎日自転車で近くのイオンまで行って、その Wi-Fi 借りながらずっとモンハン4をしてました。今思えばすごい無駄な時間だったな。うん。まあまあまあ。だから多分中学生高校生みんなクッソ暇だと思うんですよ。私がクッソ暇だったんで。螺旋やる時間ぐらいあるだろうな。マクドとかね、マックで DS とかあったよな。回線あんま強くなかったけど。クソガキやん。いや、マジクソガキだったよ。まあ勉強しなくてよかったからね、うん、イオンでモンハンめっちゃわかる。そう、イオンとか近くの電気屋さん、なんかあんま覚えてないな。ニトリとか山田電機とか、あ、なんかあんまわかんないけど、イオンとかね、 Wi-Fi 飛んでるとこでね、普通に昼の1時から夜の7時ぐらいまでずっとモンハンやってたな。懐かしいわ。今は勉強しないとダメな時代なんやで。いや、まあ受験生は勉強しなくちゃダメだと思うけどな。んー、でも、まあ今の時代は結構自分の好きなことに打ち込む時間もあると思うけど、どうなんすか。いや、わかんない。わかんないわ。門限とかなかったんですか。いや、さすがに門限はあって。うん。ただほんまに自由にしてたなって。さすがに受験生でもない時期に、中1とか高1はさすがに遊ぶ時間あるやろ、みんなも。うん。大学受験生だけど原始やりたい。まあ、大学受験生はちゃんと勉強してください。うん。いや、私は遊んでましたけどね大学受験生の時期も、塾の自習室に行くわっつってタッチしてから古本市場に行って漫画立ち読みしたり、ゲーセン行って遊んでたりしてたな。お前、私と勝負や。ペロ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 。あー、いいね、いいよ。あー、おかしい。バイバイ。